余計な口を開くな。佐之助、隊長のお前がそういう態度を取っているから十番隊は素行が悪いのだ。口を慎め。へいへい。これは、こいつは俺がやる。バカを言うな。同時に攻めるぞ。奴はこういう状況に相当慣れてる。それにあんたは年だ。伊蔵の動きにはさすがについていけないだろう。あいつ相手にあんたをかばいながら戦う余裕はない。俺にやらせてくれ。頼む。いいだろう。どうだった斉藤。岡田伊蔵、ご公儀要人を手にかけた諸行の数々、この道死罪は免れん。待て。どういうつもりだ。そりゃこっちのセリフだ。伊蔵は殺さずに捕らえるんじゃなかったのか。鈴木に谷、隊長が二人もやられている。この場で切らねば新選組の沽券に関わる。こいつにはもう抵抗する力はない。ここで切ればまた町で身風呂と陰口を叩かれる。町の人間に反感を買えばこの先新選組は動きが取りづらくなるぞ。お前にしては随分もっともらしいことを言うじゃないか。そんなにこの男を殺したくないか。豊田、豊田。なんだ。奉行所。岡田伊蔵はここだ。この新選組三番隊隊長斉藤はじめが捕らえた。おお、貴殿がご苦労であった。いやー、つえーなあ、あいつは。そうは思わねえか、源さん。勇さん、いいのか。このままあの男を行かせても。あいつは深く知りすぎた。ああ、だがあいつなら真の謎にもたどり着けるかもしれねえな。どうの目的が。源さん。局長と玉を愚弄され黙っているわけにはいかない。邪魔をしてすまなかったな。頭に血が昇ってしまったようだ。火の上。おい、どけ。下がってろ。ずいぶん早いお帰りで。起きた。何の話だ。俺の素性を知った上で土佐から戻ってくる時を狙って待っていたというわけか。罪人同然だったあなた方を身風呂押し組に温かく迎え入れた。だがこのままでは司令官一派の我々の立場が危ぶまれる。やめろ。まさか身内で殺し合うつもりか。
起きた。セリザーかも。覚悟！カモさん。お前たちは来るな。なんで来ないのことに。近藤殿、土方殿。行き違いがあったとはいえ、私は老子組の同志を殺めてしまった。私は切腹いたします。ですからどうか、どうか平山と平間の命だけは。なんで謝るんや、カモさん。先に殺しに来たんは沖田たちの方やろが。それに沖田を殺したのは俺と五郎や。カモさんだけの責任やない。黙れ。近藤局長は影として水戸藩に使い捨てられた俺たちを救ってくれた。もはや日の当たる場所では生きる道のなかった俺たちをな。だがその愛弟子殿を殺めたんだ。その罪は俺の死をもって償うほかない。せやけど、悪いのはうちらやないはずや。総司たちは、あんたら水戸組の剣の腕を恐れてた。近藤殿。だが、やっちまったもんは仕方ない。あんたらには。来ない。やめろ。